前科3番893番ちょいき太郎です。本日のお話は、名古屋であった貴金属買取ショップお宝屋の店長が殺害されたって言っていいと思います。もうお亡くなりになって、ずっとマンションにこう遺棄されていて、まあご遺体が見つかったっていうことで、もう犯人がすぐ、まあ関係があった元従業員っていう女性、まあこれはね、最初に出た写真がね、間違って出たとか、いろいろ物議を醸したね事件で、まあその写真が出てきて、SNS から元キャバ嬢だったりっていうことで、いろんなことが出てきたわけですよね。で、私が言うのはもうここだけの話、ここまでの話だったらそうだったんだけど、いやこれこういうことになったのかっていう話は、ちょっともう本当に時代が変わったなっていう話なんです。共犯者っていうのが逮捕ということなんです。その共犯の男っていうのが、職業がホスト、若いホストなんですね。この女性よりは若い、まだ20代前半の男性ホストということなんですよ。で、何を私が言ってるかって言ったら、ホストがやったどうこうとかそういうことじゃなくて、こういう手の、まあ地上がもつれて金銭が、で女の人の犯罪でっていう時に、影に男が出てきた時は、少し前だったら元暴力団とか暴力団だったんですよ。わかります？こういう時は暴力団だったんです、男が。で、ああやっぱりな、もうホストになっちゃったんだな。本当くしくもヤクザになる、本来だったらなるような若者がホストに行くようになっちゃってるってことは、私言ったと思うんですけど、本当にそういうことになっちゃったんだな。で、ここうがった見方っていうか、この女性もどうしてここまでしたんだっていう話になってくるじゃないですか。で、もう本当にバレやすい、バレバレのことをやってるんですね。1500万ぐらいの、この亡くなられた方がある顧客のお客さんと、金の販売売り買いをやっていて、預けて売っていくらっていう風にしてて、1500万相当のもらえる日に連絡がなくなっちゃったわけですよ。だからどうしたんだろうって思ってたら、この彼女から連絡してきて、病気でどうのこうのできないんで、私が対応します、150万とか言って細かく切ってて、あまりにもおかしい、辻褄が合わないっていうことで、お前がやったんじゃないかっていうぐらいのところまで行ってる。で、そういったお金がひょっとしてこのホストに流れていたっていうか、そもそも金を作るため、ホストに、この男に貢ぐためだったり、ホストで使うために犯行になった、至ったっていうことだと、ちょっとこれは違う様相が出てくる。いや、殺人はダメですよ。で、この男がどこまで関与したのか、店が関与したのかっていうことがこれから分かってくると思うんですよ。7月にホストに通い出して、で、そっからからの関係でって。で、しかもこの女性、そのよっぽど周りに人がもういなかったのか、この自分が騙してお金を、本当は1500万渡す、1500万あるわけですよ。それを小出し小出しにしてて、全部出しちゃうとダメだからって言ってて、追い込まれてる相手に、そのホストのことが浮気したっていうことを、浮気したんでどうしたらいいっていうようなことを相談してるっていう、まあそれは頭が悪いですわ。でも、この頭が悪い女性に殺されて金を奪われたということなんです。これ変な話、単純な殺人じゃなくて、金銭目的の殺人となると、この女性一生出てこれないですよ。強盗殺人みたいな形になるなら、そもそもから殺してお金を奪おうということだったのか、個人間の恋愛のことで好き嫌いということで殺してしまって、それからたまたまあったお金を取った事後強盗、事後窃盗なのかでは全く量刑が違うんで、本当に浅はかなことで一生パーにする。それでもこれが、殺人と窃盗ということであっても、今の量刑だと休刑20年ぐらい打たれるんで、いくら安くても15年、25年から30年の休刑打たれたら、でもやった内容が悪すぎますね。証拠隠滅をしている、それからその遺棄も入っている。ただこのホストに関しては、亡くなって死体遺棄、例えば縛ったどうこうっていうことぐらいだったら、まあ執行猶予がつくようなものなんですよ。もしでもこんなやつがいるなら、そうやって殺して奪えよっていうことを言ってるなら同じです。実行行為をやってなくても計画立案してやらせたっていうことになると、下手したらこの男のが重い。さあ、ここが、こっから供述がどういう風になるかです。なんか本当に最初は単純な男女間に絡むことの殺人事件かな、まあ隠蔽の仕方もね、自殺というか、なんでこんなことっていうようなことだったし、 LINE で携帯を使ってこの証拠隠滅じゃないな、このまだ生きてるよっていう工作をしたりっていうことも、もうおかしいのは、この店長さんはそもそも LINE なんかでこのお客さんとやり取りしてなかったそうです。全部電話でやり取り、まあそうでしょうね、お金が絡むことなんで直接喋ってっていうことだった。それが急に LINE で来て、なんか葬式があった、何か具合が悪かった、身内でとか言い出したか、おかしいと思う。で、周りに、いや殺されたんじゃないかって言っても誰も信じなかった。でも結果動いたらこうだったっていうことですね。で、家に行こうとしてても家
に来ちゃダメっていうようなことを言っていた。ね、蓋を開ければね、こんな単純な内容なんだけど、それでも密室でこうやって鍵をあれしてしまえばこうなっちゃうっていうことをね、いずれ分かるのは間違いない。ただまあ死体の損壊が激しいので死因が分からないと、まあ本人の供述遺憾だと思うんだけど、ここは別にかばうわけじゃないけど、まあこういった場合、お前吐け、お前がやったんだろうっていう捜査の仕方っていうのはやっぱりおかしいなものになってしまうので、まあ科学捜査で分からないことは分からないっていうふうにするしかないのかな。猿之助さんの件でもそうですよね。もう明らかにおかしいけどね、だけども科学捜査の結果これが、その薬でなった窒息じゃないとなれば、うん、達人じゃないんだなっていう話なんで、ここが例えばどういう形で死因がわからない、でも本人がやってない、いや死んじゃったから縛ったんだっていうことがどこまで通るか通らないか、まあ要するに2人いるのでそこの供述が合うか合わないか、まあここ、まあここは多分その愛知県警の捜査の見せ所ということだと思う。まあお前喋ろっていうような言い方ではあれだけど、淡々とリズメで言っていけばもう理屈は合わなくなって、多分この女の子は全部喋るんだと思いますから、もうだ言っちゃいけないけど、もうなんか展開が見えてくるっていうか、もう足の引っ張り合いな。ここは裁判をウォッチャーというか見ていくと面白い、このドロドロした関係性がね、見えるんじゃないかな。でもう一つは問題がこういうところに来て、ホストが全部悪くないっていうふうに言っていますが、いい感じはしませんよね。殺人事件に、まあ、名古屋でもホストが絡むと。まあこの年末に東京、大阪、名古屋、ね、一斉摘発あるんじゃないかって言われてます。ただタイミング的に政治の世界がガタガタしていますってね。どうなのかなっていう話ですね。だからこそやるのか、だからこそやれないのか。そうなんですね。まあここは見どころというか見物というか、どういう展開になるのかっていう。だからって言ってみんなが殺人事件をホストがやるっては言ってませんよ。でもこういったところでホストの名前が出てくるっていうことは、まあ時代は変わったなっていうふうに思うんです。以上です。